勝浦大漁祭りは、9月敬老の日を最終日と、する4日間に、千葉県勝浦市の勝浦地区で行われる秋の祭礼。正式名称は、勝浦市周期合同祭ではあるが、一般には浸透しておらず、単に合同祭といった場合は2日目に行われる合同祭式典のことを指すことが多い。また、かつては、 勝浦の秋祭りの名称を公式に使用していたが、2009年からは勝浦大量祭りの名称を公式に使用しているため、こちらの名称の方が一般化している。期限は江戸時代後期頃とされ、長い間はそれぞれの地区で個別に祭礼が行われていた。祭礼の日程もそれぞれ同時期に行われていたことから、 1979年に日程が統一され、第一回勝浦市周期合同祭りが行われた。祭礼の期間は、2006年までは9月12日から9月15日までの日程で行われていたが、2007年から敬老の日を最終日とする4日間に変更された。神こしは各地区3期程度を保有していることが多く、それぞれ大きい方から、大神こ中心よ。 小神コシと呼ばれる。御玉は、一般的に、大神こに入れられる。また、中心にをコミコは、神社所有ではなく、各地区の所有である。勝浦大漁祭りが行われるのは、区、神社は以下を参照。各地区の祭典委員会や神社役員会などの、組織が祭礼を運営しており、各地区持ち回りで、 当番区が全体を取りまとめる勝浦市周期合同採点委員会の役員を兼任する。ただし、勝浦市周期合同採点委員会は、二日目に行われる、勝浦市周期合同採点式典の運営のみであり、それ以外の道路使用許可申請や運営等は、各地区にて行われる。一日目は、墨名区、新幹区、沢村区、川津区、 串浜区、松福が、それぞれ、各区内にて、三越の都業を行う。三越は午前中に宮出しを行い、村回りを行った後、一旦三越の保管所、または神社に戻る。二日目は、午後から、勝浦市周期合同祭典式典が行われる。まず二日目が初日となる浜勝浦区は午前中に、村回りを行う。村回りでは、勝浦区下、本町、 中本町、上本町、出水区を通過するため、それぞれの採点事務所付近で手打ち式が行われる。合同祭では、墨メイクの船形だしが最初に入場し、その後およそ1時間かけて墨メイク、新館区、沢総区、川津区、串浜区、浜勝浦区のみこしが入場する。その後、式典が行われ、式典終了後には、各地区ごとに、 みこしと歌の披露が10分間行われる。この際、串浜区では、体内くぐり、墨メイクでは、総括儀が行われる。体内くぐりとは、刺した状態のみこしの下を3回くぐることで、家内安全、五国法上、浜大量が叶えられるとされている伝統の行事であり、総括儀とは、墨メイクのすべてのみこしをつなげ、刺しを行うこと。披露が終わると、みこしは、 勝浦駅方面へ退場し、各地区へ戻る。各地区に戻ったみこしは夜に、宮入りが行われる。宮入りは、おとばり入りと呼ばれる。浜勝浦区のおとばり入りは、勝浦漁港を出発し、商店街を通過し、1六百一年の津波で、当時の神社社殿が流された際に、御玉が流され着いたとされる、市営住名駐車場近くの高いそまで渡業する。 高いに到着すると、御しから、御霊が取り出され、伝三よりという掛け声と伴いに、富崎神社まで御腰を担いで走る。伝三よりとは、1601年に、津波で流された御霊を発見した住民が、大名人、大名人と連呼しながら御霊を抱えて走ったことに、由来する。富崎神社に着いた御腰は、 装飾を外され、約60段の石段を、宇治子が引いて登り、本殿に奉納される。各地区ではそれぞれおとばりりが行われるが、地区ごとに形式が違うものの、みこしが鳥居をくぐるとその地区の祭礼は終わったことになる。3日目は、勝浦区下、本町、中本町、上本町、出水区の出し、屋台が中心となり、 勝浦商店街でお囃子の演奏や出し物が行われる。船渡しの様子シニオを載せた船4日目は、浜勝浦区で船渡しが行われる。商店街、勝浦駅前を渡行したみこは、夕方頃、ろ勝浦漁港に入場する。船渡しは、その後五礼を取り出したみこを船に乗せる際に行われる行事で、通常6隻から10隻の魚船が、 岸壁に接岸し、最後尾につけたの船まで見越しを渡す。船の接岸順は、当日に、九時で決められるが、新造船などの場合は無条件で最後尾になる。船渡しが終わると、各船が、勝浦港を参集し、勝浦沖の鳥居まで行き、海上安全と豊漁を飢餓にし、海に、おみきを捧げる。勝浦漁港に戻った船から、みこしが下ろさせると、 富崎神社まで都業が行われる。商店街の慶応銀行勝浦支店前の交差点では、勝浦区の上本町、中本町、下本町と出水区の出し、屋台が迎え入れ、富崎神社へ、みこしの奉還が行われる。基本的に担ぎ棒に肩を入れて、みこしを担ぐ。森棒は4本で大みこしでは、約40人ほどが担ぐ。 国道の交差点や駅前、合同祭会場などでは、もみと、差しが行われる。もみとはみこしを担いだまま飛び跳ねる動作で、太平洋の荒波を表していると言われている。また、刺しとはみこしを手で持ち上げる動作である。刺したまま、もむこともある。掛け声は、ワッショイではなく、ほら、大量で、これは、ほら大量がなまったものと言われている。 三越を担ぐ際には、掛け声の他に、歌が歌われる。歌の歌詞は、各地区ほとんど同じである。だが、本来同じでなくてはならない節や詞が若干異なる。これは、自分たちでアレンジしてしまったからである。各地区の中でも神、神区ク、キりともに、一切のアレンジを加えず、昔からの正しい節回しで歌うのは、松伏の竹内神社のみ。また、 木有りに関しては、浜勝浦区も、成長で歌う。松福以外の地区は、アレンジしてしまったがために、成長で歌うことができない。歌の種類明人様の大神腰2008年には、勝浦市市政志向50周年を記念し、浜勝浦区の、明人様の大神予と呼ばれる、昭和中期頃まで使用されていた勝浦地区では最も、大きい大神腰が復活した。また、 合同祭り始まって、以来初めて、宇ばら区が参加し、7月下旬に、宇ばら地区で行われる、宇ばらの大名行列とみこしの都御が、合同再会場にて行われた。富崎神社の主祭神である、天父命の地元での呼び名。2003年に修復が行われ、2004年に一度だけ、復活している。その後は、担ぎ手が少なくなったため、 カツラ市役所のロビーに展示されている。ありがとうございます。